本当に撮んだね、スリーブ入れる動画。スリーブ入れる動画なんて上げてる人いるのかな。スリーブ入れる動画って入れ、あ、撮ってんの、上げてる人いる。ここにこぼしちゃうかも。いや、本当にぶちのめすよ。ぶちのめす。そしたらスリーブに入っててよかったって思う。いや、じゃあよかったじゃないよ、液体入る。俺1枚しかやってないんだから。ティッシュちゃんと。これさ、みんなどうしてんすか、これカードゲームやってる人。デッキにさ、カードが被るから、俺スリーブどうしたらいいか分かんないの、今悩んでんの、それスリーブ入れる、同じスリーブならいいんだよ。どういうこと、どういうこと、同じスリーブだと、なんか分かんなくなるね、それ、それで。なんでだって同じスリーブ俺持ってきてないもん、このルフィのやつちょっと余ってるけどさ。ああ、ああ、でもちょっとしか余ってないよ、ね、まあ諦めようよ、もうそこ。これだ、入れ替えんだな、これ大変だわ、これ。これどうしたらいいんだろうな。透明のやつも持ってきてね、俺。あ、じゃあこれ出さなきゃいけないじゃん。これが、じゃあ、そのゾロデッキ、赤ゾロ。入れないって思ってたけどね。裸でやんの、うん、いや、俺そのさ、CM でさ、うん、新しい新 CM、うん、あ、また橋本環奈さんなんだけど、うん、橋本環奈さんたちがやってるやつ、CM だからしょうがないんだけど、うん、裸でやってんの、あれ、うん、カード、うん、セーブなし、うん、そこ気になっちゃって、うん、すげえパラレルの白入れ、こう、うん、おー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 、セーブないしょうがない、CM だからしょうがないんだけど、そこやっぱ気になっちゃって、一回やっぱあの裏面も出すって大事さがあるからね。そうだね、 CM だとね。そう、めっちゃ分かってんだけど、めっちゃ分かるんだけど、それしょうがねえから仕方ないって。神田さん、そういうとこありますよね。いやいやいや、そういうとこはないよ。どうすんの、そういうとこはないから別に。分かんないよ、もしかしたらさ、公式チャンネルにさ、うん、出てもらう時があったらさ、めちゃめちゃ言ってることになるから大丈夫。そう、えいや、言ってることになってない。 あいつだよ、あいつ。どっちかというとあいつだよ。なんか俺そんな言ってないから、代弁者だから、だって。気持ちのね、気持ちの代弁者。うわ、これ大変だ。いや、これさ、結構時間かかるよね。え、なに、白を入れ替えてんの、どういうこと。ちょ、だからレアなさ、パラレルはさ、まあ透明なのに入れてんのよ、やっぱ普段。そうそうそう。あ、そういうこと。でもさ、そのまま入れちゃえばいいじゃんよ、黒べって。だってそしたら透明なやつ全部ないんだもん。あ、ないの。だっていいの、ズルしちゃうよ、今日だけ。本当にすごい人はこれ、あの二重三重するんだよ。そうそうそう、知ってる人。二重でしょ。俺も二重にしたいと思ってんだけど、うん、その何、二重って2回やんなきゃいけないでしょ、これ。そう、大変ってなって。大変だよ。そうだからやってない。いや、マジすごい。しかもこんなになるのよ。ね、分厚くなるよね。それこそさ、俺のさ、一緒に働いてくる会社のやつもカード好きで、はいはい、よく知ってる、はいはいはい、あいつカード好きでさ、うん、30にしてんのよ。 30? こんなんだって。1回対戦しようぜってやったんだけど、うん、こんなんだって。30ってすごいな。多くないって言ったら、もう要は30かな、うん、してるからこんなんだって。30はすごいって、マジで、うん、でもなんかもうそういう癖なんだって、昔からカードやったやつだから。あー、まあ、カードゲーマーはね、やっぱり。あ、でもこうやって単一作業は同時にやった方がいいって、俺昔バイトで習ったから、花屋洋平で。花屋洋平で働いてたの？そうだよ、俺、大学1年とかな。どこの？地元、地元。へぇ。そう、単一作業は1回で やった方がいいって。どういうこと？単一作業。だからこれ、入れ、抜いて入れて抜いて入れては、作業が2工程あるから、そうじゃなくて、うん、わかめを一気に入れる、お麩を一気に入れるって言って、味噌汁。あー、作ってた。そこで培ったの。そうそう、そこで培った。できてんだ、やっぱり。バイト時代、やっぱり習うこといいよね。俺バイトで習ったこと一個も今生きてないわ。いや、実は生きてることあるんじゃないの。あるのかな。何バイトしてたの。コンビニ。コンビニないの。レジ打ちぐらいかな、やっぱり。レジ打ち、ほらほら、じゃああれ、キーボードやっぱ早い。キーボードレジ打ち関係ないでしょ。レジ打ちやっぱね、うん、あるのか。お金にも興味持ったし、ね、それでね、それがきっかけだもんね、K さん。じゃあ世の中のレジ打ち人みんな持ってなきゃおかしいじゃん。全然違うでしょ、ね、やっぱ興味持ち出したもんね、そこで、うん、あとはピザ屋。あ、ピザなんてもうだってピザ好きだもんね、やっぱ。単一作業じゃん、それこそ、ね、単一作業、ほら。いやね、めっちゃ作るの遅かった俺。こういうのを逃げるから、不器用な受けに遅いから。 K さんは遅そうだよな。何ピザ。え、全部で全部。え、何、作る側だから。どこのピザ。ピザ限定とか。マルゲリータしか僕は作りません。どこのピザ。そんなやつあるの。あ、ピザハットなんだ、うん。だからさ、普通の普段のバイトの時はそんな注文入んないから、うん、まあ俺とかもやるわけよ、その作る側で、はいはい、まあ、時間かかるんだよな、うんうん。でも繁忙期あるでしょ。
クリスマスでクリスマスとかをほぼフル動員させ全員出勤でそうなるよね。でそしてエースがそこに入るわけ。あでエースがね、はいはい、で俺はもう控えも控えだからさもうベンチもベンチ二軍のベンチでちょっと何やったらいいですかって店長に、はい、店長がこう不思議すぎやするよ、はいはいはい、じゃあ今日はここねってね。じゃあお前はあのピザハット当時こう、うん、今もあんのかな、うん、耳にこうチーズとかウインナーが入ってるやつがあるからこれをこう練り込むやつをこう作んなきゃいけない。お大変じゃん。あれって結構大変なんだ。元からないんだ。ないんだよ。それこそ単純作業だよ。はいはい、もう花形だからこれだよ。はいはい、具とかちゃんと、はいはい、いろんなピザを作るのね。あれやっぱあれが花形なんだ。バスコはあの早くしないといけないんです。特にクリスマスなんてさ、感覚的にメニューをよろしく覚えてないといけないけど。あいろんな俺覚えてないから、ね、全部メニュー表見ながらやる。覚えてもねえじゃん。おせえし。おせえし。いやもうそれは控えも控え。見ながらやるからさ、それ控えも控えだろ。その単純作業に回されるっていうのはやっぱあったよな。あったよなやっぱり。うん、でそこで学んだのはやっぱりあのエースにならないといけないんだっていうのを学んだよなやっぱり。それが大事だねやっぱり。そこで負けてたからよ。真剣ゼミの暗いルートもね。バイト先でも、ね、負けルートがあるからよ。バイト先でも負けしょうがねえなっていう。どこ行っても負けてるじゃないですか。ひでえ言われ方してる。そうなんで、どこ行っても負けてる。負けがちだからさ、それはしょうがないなっていう。そう。ピザハット。ピザハットの強みって何なんですか？やっぱね、アメリカンピザみたいな、ああいうガツッとしたピザ。ピッツァじゃないね。そう。肉とかさ、そっち系が確か。強い？てか、アメリカピザって言ってたらしい。本当かな？どこが好きですか？俺でもやっぱドミノが基本安いから使ってるかも。家族では確かにドミノピザはね、うん、あと多いよねドミノピザの。ああ確かに店舗はね、タイミングによってめっちゃ安くね。安いよ本当に。引くほど安い。あこんな安くていいの？3000とか。そう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 。やったよね。そう前やったよピザが L サイズ3枚3000とかあったよね。そうそうそう。もう一回やりたいな。バグってる時期あんだよね、うん、でもそうじゃなくてもなんかもう基本安いよ。なんかトイに行ったらね特に。ああそうそうそう、トイもあるよね。取りに行くとめっちゃ安いんでしょあれ。2枚目半ん2枚目タダじゃない？タダみたいな感じね。でもなんか結局それとほぼそんな変わんないぐらい結局安いよ、うん、別に今高いでもね。そうで持ってきてもらうんだったらまあ別に全然。確かに普通のさあの店でピザ屋とかで食っても1枚2、3000円するもんね、うん、だから全然いいよ。あの、ね、薄いののマルゲリータ、うん、やっぱうまいね。一生食えちゃう。なんかもうペロッと。クリスピーね。そうそうそう。や薄い。でもさ、なんかクリスピーって負けた気しん？そう。いやー、まだあんまりやったことないかも。わかる？あるある。なんかその、薄いんだよ。うまいんだよ。わかる。うまいのわかるけど。何負けたって。なんかやっぱご損したなっていう、貧乏症だからさ。4分の1ぐらいの量しかないもんね、多分。そうそうそう。4分の1ってことなんだよ。なんかやっぱ貧乏症だから、その。いや、でかい。で、2枚頼んだとしても両方でかくしちゃうか、そうあのソーセージとか入ってるやつにしちゃうの。あと生地がパンキザの方が、パンキザ？パン生地の方がパンキザ？パン生地だの方がやっぱさ、ちょっと厚みがあってお腹いっぱいになるでしょ。うん、まあなるね。だからやっぱね、いやでもそれがもうさ、それがしんどくない？もうピザでお腹いっぱいってもうあと何にもできないじゃん。いや、そうなんだよ。え、どういうこと？他何食うの？いや、他何もできないじゃない。その、もうしんどいじゃん。え、何？バーベキューとかってバーベキューしないだろ。欧米人もしねえ。そんなクリスピーでもいいかも。ピザ食った後バーベキューするの欧米でもしないバーベキューチームピザね。違う違う違う。それクリスピーだわ。違う違う違う。いや、しんどいよ。それはそうだけど、違う違う。もうその日の夜、もうしんどいじゃん。なんか苦しいってなってさ。カレさ、弱いんだよ、その満腹に。そうそう。やっぱり。いやだからね、小麦はね、俺ら弱いんで。いや、弱い。ケイさんも弱いから。食ったとすぐ眠くなるし、もう仕事になんないから。マックとかさ、紹介しようよ、サビちゃんで。ああ、いいじゃん。昔のメインに戻そうよ。どういうこと？昔のメインチャンネルでマック新商品であげてたでしょ。やっぱああいうのもやった方がいいんだよ。ナゲット30個大食い、30個だっけ？なんか忘れたけど。ね、あんなの楽しいよ。ね、30個って大食いじゃないよ。食事だもん、ね、2人だししかも。いやでもね、ああいうのやってかなけどさ、まあ、タオルちゃんならいいんじゃない？まあね、だってやっぱマックってみんな伸びてるイメージあるよ、未だに。ケバブバーガー、うん、出た出たマックあれなんか気のマックマック、あーなんかあったね。3種類出たんで、カルビマックと、確かになんかあった、あれ食ってみたいなと思ってね。うん、あったね、確かに。ハンバーガー好きなんだよね。ハンバーガー俺も好きだよ、ね、でも最近マックはそんな食べてないから分かんなくて。
あーもう大人になっちゃったわ。やっぱね、うまハンバーガー美味しくない？うまハンバーガー美味しいけど、結局マックも美味しいよね。いや、マック美味しいよ。結局マック美味しいよ。うまハンバーガーを選んじゃうんだよね。結局マックうまいから、宅配のピザのクリスピー食べてみたいな。宅配ピザのクリスピーってあんまないかも。ねえ、マジで全部やっぱパン。パンにしちゃうね。あの、マルゲリータはクリスピーがおすすめ、マジで。あの、確かに他の具材がっつり食いたいんだったら確かにパン生地がいいんだけど、うん、マルゲリータは高麗カルビとかね。ああ、そう、それはもう絶対パンよ。ああ、そうなんだ。そんなの。ね、あのプルコン。あ、それ全部教えてほしい、どっちがいいから全部聞くんで。仕分け、仕分けてほしい。仕分けるほどのやってみつ。エビマヨは？エビマヨはそれパンだろ。ああ、そうなんだ。でもクリスピーもうまいよ、エビマヨは。うめえ。うめえ。エビマヨクリスピーもうまいよ。うめえやつ、知ってるやついるじゃねえかよ。結構クリスピーなんですか？いや、もうマルゲリータだけ。じゃあ、あのクリスピー。ああ、クリスピー感あんの？あ、別にそんなサクサクもするけど、別に全然そんなに。まあパン感っていうかなんか、まあ、まあ中間ぐらい、別に本当にパリパリで、あの何、なんつうんだっけ、チーズ乗せて食うクラッカーみたいなんじゃない。ああ、なるほどね。じゃない、別にそういう感じじゃないから。ああいうね、ピザもあるもんね。ある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 。そこまでだよ、ドミノピザさん、ね、年末だからやっぱピザパーティーちょっとやろうよ。眠くなっちゃうのやったらもういいんだよ、その日はもうだからそれにピザ食いながら、うん、ゲームパーティー。ゲームパーティーもう最高じゃん、何それ他何もしたくないじゃん。去年やってないもんね。去年はやってないんじゃないかな。コロナになってからあんまやってないのかな。やってない、やってない。コロナでなんか家で一回やったよね、なんかお酒飲みながら NG ワードみたいな。あーそっか、だいぶ前だよ。何だっけ、2020年ぐらいじゃない多分。はい、できた、できた。あってるね、チェリーだけの動画。強えかなぁ。いや全然勝てる気しない。ケイさん何デッキ引いてんの？黒。あ、黒？うん、黒をちょっと試していきたいんでね。あ、もうガッチャンコ黒？ええ、黒だけ。あ、違う違う違うよ。ん？あの、スターターガッチャンコ。あ、そうそうそう。黒楽しいよね。なんか破壊、やっぱ破壊っていいよね。なんかこう、破壊ってよくない？なんかすごい怖いこと言ってる。なんかこう。すごいキモい答え言ってる。なんかいいじゃん、やっぱ。まあまあいいよね。うん、なんか、わかりやすいよね。まあそうね、うん、やることがね。そう、いやちょっと黒は怖いな。どうなんだろうこのデッキ。はい、で、じゃあメインこの後取りましょうか。先にも取る？どっちもいいですよ、先取っちゃえば。オッケー、あともう楽しみにしたいな。後でもいいですよ。うわ、どうしようかな。それでじゃあ宣言して終わりましょうか。いや別に何にもみんなには影響ないんだから公開順バラバラなんで。後にしようよこれは。あと後にしよう。あと撮っとこ楽しみよ。はいはい。じゃあ後にね。他が楽しくないみたいで全部楽しいから今一番いいんだから。今日でもちょっと言ったりじゃない、そんなにね焦る必要ないよね。今日そんなに。本当はそんなことはないよ。え、本当は足りなくてこれも撮んだから。漫画はねいっぱいあるから今。漫画、漫画ちゃんが足りてるって。漫画はすごい。漫画に日本とかまだこれ上がってないのって思いません？結構あるある。これあれいつ撮ったやつこれ。漫画いろいろ今ちょっと体勢をねちょっと作り変えてる。まあしかもあのタイムリーじゃないしね。そうなの。ワンピみたいにね。だからで結局に撮っとかないと回らなくなっちゃうから。はいはい。あらかじめ結構早めに撮るよね。そう、まあメインのまとめとかも早めに撮るけど。そう、メインのまとめ早めに撮って最新情報が更新されるのが一番嫌なんだ。一番あれが一番大変なのよ。そうね。そうそう、うわやべえこれあれじゃん、情報更新あるじゃん、ね、出ないキャラやりたいよね。だからいやだからそうだね。出るキャラちょっとね、あや危ない、うん、はいオッケー、うん、じゃあ撮りますかメインの。はい、はい、おしまい。お願いお願いします。チャンネル